はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。さあ、今回はね、楽天モバイル関連の事件だね、これね。今話題沸騰中です。横領倉庫ね、150台超えの激レア旧車やスーパーカーね、あの楽天モバイルからのあの横領事件ね、こんなつながりがあったということでね、今回はいつものようにね、ゆうすけさんから投稿です。楽天モバイル下請け会社の横領倉庫に高級車150台ね、何があったのか。はい、こちらの話題だね。希少な箱スカー&ランボなどすでに国外流出かということでね、本日ね、23日月曜日のニュースです。相模原市内の巨大倉庫に150台超えの旧レア旧車やスーパーカー多数ということでね、ここに書いてあるように、楽天モバイルから配送事業などを請け負っていた株式会社トライルは自己破産手続きを申し立てました、ね。同社の倉庫には150台超えの激レア旧車やスーパーカーなど多数が保管されていたといいますが、どのような状態だったのでしょうか、ね。まあ、こんな車ね、こんな車、スカイラインとかね、ダットサンとか、メルセデスもあれば、Z もあればね、グロリアとか、まあ、いろんな車が、激レア車がいっぱいあったそうです、ね。で、さらにランボルギーニとか、ね、フェラーリとか、ね、右回らないようなあのスーパーカーがいっぱい、ね、入手困難な競技用車両を含め、高額なスーパーカーも合わせた約150台の高級車たち。これらの車は2023年1月13日に事業を停止し、自己破産手続きを申し立てたトライルがかつて所有していた旧車群で、車両群です、ね。トライルは21年秋頃までドリフト業界のトップレーサーを保有する、ね、TMAR、ね、これトライルモーターアペックスレーシングという派手、派手なドリフトチームを運営していました、ね。横領の金で、22年9月上旬まで TMAR の公式サイトがあり、 TMAR の活動が22年1月にスタートしたことや、所属するレーサーの成績やイベント情報などが紹介されていましたが、現在は工事中となっており、通常の方法では見ることができません。TMAR はレース活動、車両製作やチューニング、車両の管理、サーキットまでの車両改装などさまざまな活動でモータースポーツを盛り上げていくとして立ち上がった会社です、ね。20年1月の東京オートサロンにはホール5の一角に大きなブースを構え、センチュリー、ね、ジャパン、ソアラ、箱スカ、さらにはナスカの V8 エンジンを搭載した競技用車両の箱スカ、同じく1000馬力を発生する、ね、シャンコー GTR などが初出展にしており、別名オレンジ軍団といわれる6台もの希少なカスタムカーを展示した大きな話題を集めましたね。横領した金で、このような派手さが印象的だったトライルですが、Z の希少車など150台の高級車が保管されていた倉庫は別名横領倉庫と呼ばれています。なぜこのような物騒な名前がついているのでしょうか。当時の事情を知る複数の関係者の話をまとめました、どんな内容なんだ。相模原市内にある高級車150台はなぜその場所に保管されていたのでしょうか、ね。トライルの本社は相模原市内にあります。本社からアクセスもよく、車の出入りがしやすい場所ということで集められたと思います。150台はどのような方法で集められましたか、ね。トライルの社長は、私の印象ですと旧車やスーパーカーがすごく好きというマニアではありません。換金しやすい、海外に高額な値段で売れる車だからということで集めたのでしょう、希少な旧車をとんでもない形のドリフトマシンに改造した例もありますね。1台3000万から1億という高級車も少なくありません。市場価格で言えば、国産旧車では
ジェット432が5000万ほど、そんな高いの。スーパーカーで最も高いのはアベンタドール SVJ で8000万くらいですよ。もうどんな車かさっぱりわかんない、ね。トライルは1月13日に自己破産を申請、ね。負債総額は約54億円、ね。負債総額はなんでそんな54億万あるの不思議だね。1月13日にトライルが自己破産申請をしました。負債総額は54億9964万円、まあ、約55億だね。じゃあね、今この車たちはどうなっているのでしょうか。ほとんどは海外に輸出されてしまっていると思います。ノーマルで出すのではなく、何かしらのカスタムを施して、カスタム代金が1000万から5000万、付加価値を持たせて中東経由で世界の富裕層に販売されていると思われます。売れるからね今。しかし中にはつい最近1月19日木曜日の業者オークションで関係者の所有と思われる緑色のスカイラインが出品されましたが、こちらは流札となっています。また21年12月の大阪レトロカーに展示された旧車もあります。最初聞いていた時はほとんどが海外だと思われたのですが、実際には同社が買い集めた国産旧車、ね、比較的安価なものは国内市場で流通しているようですね、ということみたいです、ね。車両の中に緑ナンバーがついたものもありますね。中小企業が法人名義で通常のナンバーで高額な車を社長用に持つと、せいぜい数台しか認められません。数台車所有も経費で落とすのは厳しい。だからフェラーリ、ランボは法人名義でない場合が多いと思われます。なるほどね、まあ、右に曲がれない車はみんな法人名義ではないと、ね。ですが緑ナンバー、ね、営業用自動車として登録されると減価償却は年式が古ければ1年で可能です。おお、1年後帳簿上は、あ、これ何、これ発火遅延っていうの、これ何ていうのね、横領はしているのに税のことは考えていたのでしょうか。謎ですね。緑ナンバーなら無制限で経費になりますから、そんなやり方があるんだね。これはね、なぜ横領証拠などと呼ばれるのでしょうか。すでにいくつかのメディアで報道されている通り、トライルは楽天モバイルの基地局開設に関わる業務、資材置き場の確保、資材輸送などを含むを請け負った際、日本ロジスティックと元楽天モバイル社員、ね、20年8月逮捕とで、共謀して楽天に多額の水増し請求を行いました、ね。100億円以上ではという情報もあります、ね。40何億どころの詐欺じゃないだね。じゃあね、そんなにあれなんだね。無事増請求、横領したお金で購入した高級車が多数保管されていることから、巷では横領証拠と呼ばれています。ちなみにトライルの売上高は19年3月期に約9億円でしたが、わずか3年後の22年3月には192億6159万円でまで急拡大しています。すごいね。一方、日本ロジスティックは不正発覚から間もない22年8月30日、東京地裁に民法再生法の適用を申請しました。負債額は約151億円と巨額です、ね。もうやることが桁違いだね、本当ね。楽天モバイルに水増し請求した巨額のお金で高級車を買い漁り、派手なドリフトチームを作ってレース活動を行い、オートサロンや各種のドリフトイベントを大体的に開催するようになりました。また車関係以外にも卓球選手や K1 選手などに対してもスポンサーとして支援していました、ね。すごいね。被害を受けている自動車業界の関係者も多数いるのでしょうか、ね。トライル TMAR から車両カスタムの作業を受注して、車は完成したけど入金がない、そんな業者さんがたくさんいると聞いています。じゃあその車担保に取ればいいやね。カスタムは有名ブランドのほか、横領倉庫周辺の
整備工場やチューニングショップなどに大量発注していました。 TMAR に在籍していたドリフトレーサーの一部も被害者と言えるでしょう。なるほどね。22年9月11日に開催予定だった北海道での神ドリフトというイベントでは、直前になって TMAR がイベントから撤退、ポスターも TMAR ね、かける LBWK から LBWK だけになりました、ね。ドリフト対カスタム界にも激震が走った巨額水増し請求事件、日本の宝ともいえる希少な国産旧車は今頃どこにあるのでしょうか、ね。あの論文の両者のとこに1台ぐらい曲げれこんでないない、ね、はい。でこんなんで倉庫の中あのこんな感じだったんだね、これね。車のニュースから見てみるとね、150何台もね、これがあの横領したお金でね、こんなものがガン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 こう増えてったんだね。すごいね、本当。そのお金がどこに行っちゃったんだろうね。車がどこに行っちゃったのかっていうよりも、そのお金がどこに行っちゃったの、結局ね。どこに負けて、どこにプールされてんのね。すごいこったね。はい、そんなわけで、本当ね、三木谷会長もこれあれだね。でもそこまでの水増し請求で、この水増し請求ね、まあでもどんぶり勘定でやってるからそんなもんなんだね、ほんと。まあ顧客ねにしても何にしてもどんぶり勘定ね、岸国にしてもどんぶり勘定、何から何までみんなどんぶり勘定でやってるから気がつかないね。そういうとこなんだよ。だいいい加減なんだよ、結局ね。そんな水増しだったらね、ある程度でもそんなに巨額だったら分かりそうなもんだけどね、本当。まあダメな会社ってことなんだね、きっとね。はい、そんなわけで、楽天モバイルね、もう楽天モバイルがもう倒産するんじゃないか年内にね、そういう舞台裏にはこういったものがね、いろいろあるってことなんだね、本当。あ、終わりだね、本当ね。やっぱりね、その悪いやつはいるんだよ、本当。でさ、これはソフトバンクかね、ソフトバンクから機密情報をね、スパイに持ち出させてね、で何年がかりで基地局を広げていく予定だったものを、何年、5年、7年、ね、何年だか前倒ししてね、やっちゃったっていうね、日本全国のダークファイバーのね、在り方とかね、いろんなあの、ね、秘密の情報を持ち出して、それが生かされたんじゃないかっていうね、そんなものは知らない、見ていない、知らないってね、言ってるみたいだけども、ね、でそういう汚い連中をね、雇うっていうことは、ね、絶対に、ね、裏切り者をやっていれば自分は裏切られる、ね、おじいは過去に言ってます、動画で、ね、見たことある人いるでしょ、覚えてる人、常連さんで、ね、だこういうことなんだよ、ね、汚い手を使って他者から、ね、スパイをやらせて、ね、情報を取る、ね、だ裏切らさせる、だから裏切られる、ね、そうやってね帰ってくるんだよ。絶対にそうなるよって言ってたけど、そうなったってことなんだよ、ね、元社員のね、絡んだ横領、ね、もう桁が半端ないだけど、やっぱりでっかい被害なんだけど、でもそんだけでっかいスパイもね、あれどうなっちゃったんだろうね、本当に。だって何年も前倒しでそんなにできるわけないじゃん、だって本当ね。だからそれもでっかいメリットだったわけでしょ、結局。だからそうやって前倒ししてこうやってできたから、たくさんの人を呼び込んでね、
ここまでできたわけなんで、だからその分だからこういうので持ってかれちゃったっていう、だからトントンなんだよ本当に、トントンね。どこの世界もこういうやっぱり悪い連中がぐる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 回ってるしね、悪いやつを使って悪いことやってると自分のとこでも足すくわれちゃうよっていう、そういういい例だね本当ね。まあこの件に関しては自業自得だと思うよこれ本当ね。はい、皆さんのご意見もねお待ちしております。じゃあね、バイバイ。